はい、 J チャンネルです。皆さんお元気でしょうか。去年の服を出したらちょっと窮屈な J ですが、太ったのか縮んだのか分かりませんが、はい、今日のテーマはダラダラストローク解消ということですね。でダラダラストロークっていうのはこう悪い意味で言ってるんじゃないんですけど、これをちょっとこう変えればね、すごくこうメリハリがつくという感じ。その中の一つのテクニックとしては、ミュートっていうのがあるんですね。ミュートをやればちょっとこう違った感じで聞こえるので、そういった感じの方を練習してみたいと思いますね。はい、コードは G ですね。 D、D4 シャープ、まあ、D でしましょうか。 G、D ですね。 Em、Bマイナーですね。 Bマイナーできなかったらこのね、こういう感じシェイクハンドで結構です。 C と、G4B ですね。 G4B、C と D、まあ、これぶっちゃけマリーゴールドのイントロなんですけど、なんていうかね、そのストロークがぐちゃぐちゃだったらもうちょっとそれを直さなきゃいけないんですけど、ある程度できてきてる感じをちょっと直せばいいという感じでやってみたいと思いますけどね。基本的なやつをやってみたいと思いますね。いきます。1、2、3、4。強さがちょっとって感じですね。これ全然いいんですよ。これでいいんです。これとあと、ミュートには2つあって、制覇をした時に、全部こう制覇をした時に1回力を全部抜いて音を止めるというか、こういう感じの方を左手をこう緩めて、左手のミュートとですね、わかりますか。押さえっぱなしのを離すと、それをキュッポッと離すとミュートというのと、あと右手のミュートがあります、ね、両方ですね。なので、ここでは B マイナーは左手のミュートで C、G4B で C で、 D はこの右手のミュートを使っています、ね、こういう感じですね。はい、それでは分かりやすくするためにミュートなしとミュートありを続けて弾いてみたいと思います。どっちがどうかっていうのがありませんけど、もしよかったらね、これがいいと思ったらやってみてください。いきますね。まずミュートなしから3、4。歌の入る前に C から、風の強さがちょっとに入るとちょっと感じが良くなると思いますので、こちらを今回は練習してみたいと思いますが、いかがでしょうかね。コードチェンジが難しい方はまずコードチェンジを練習して、 Em から Bマイナーの練習ですね。一回弾いた後緩めてまたもう一回弾くんです。こっちの D の方は一回弾いた後右手でミュートしてもう一回弾く。同じ要領は同じなんですけどね。はい、行きましょう。ゆっくり行きましょうかね。一緒に練習してみてくださいね。ゆっくり行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回いきますね。ゆっくりやってみたいと思います。どうでしょうか、できそうでしょうかね。 B マイナーの時に押さえ間違えたってもそれで押さえ直してもう一回やればリカバリできると思うんですよね。こういった感じでやってみたいと思います。ちょっと普通早めにやってみましょうか。もう一回いきましょう。一緒に弾いてみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。
ですね。これをやっておけば、他の曲でも全然できますね。なのでローコードの曲は右手でミュートして、 C とかね、 Em とか、ね、Am とか、そして今度 Bm とか F とかは左手ミュートでいいですね。全部ミュートしてるから一回音が切れるんだね。そうすると押さえ直しが効くので、まあいけると思うんですけど、どうですかね。こういう感じで D だったらもうこうやっても、左手はミュートができないので右手でミュートするとこういう感じになります。どうでしょう、だいたい全部 C から D、 E、 E、 Em、 E、 ABCD、 E、 F ですね、 G、両方でもできますね。こういう感じもできます。覚えておくといいと思います。練習次第ではね、いい感じになっていく、ダラダラストロークは解消できると思いますので、ぜひね、練習してみてくださいね。左手ミュートと右手のミュートを覚えるということで、ちょっとここでスピードが速くなるかもしれないので、これを気をつけてメトロノームなんかでね練習すると、良くなると思いますので。早めにやってみましょうか。もう一回いきましょう。一緒に弾いてみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー。こういう感じですね。はい、今回はダラダラストローク解消の簡単ミュートを覚えようという感じでやってみました。動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。感想なんかありましたらぜひコメントください。 J チャンネルでした。ではまた。